えおはようございます。速課塾の久保です。えー、今日はね、ちょっと情報発信で見をしちゃったっていう話をしましょうか。最近ね、暗号通貨のタイタンっていうのか、ティタンっていうのか、なんかね、10億分の1とか、15億分の1とかに大暴落した、そんなね、暗号通貨あったらしいんですよ。これが、あの、いろんなところで、YouTube の世界でニュースになってるんですよね。で、私はこの暗号通貨に関しましては、この銘柄とかね、この分野に関しては、 もうね、見る価値なしと思ってたんで、全く無視していたんですね。えだって、これ、あの核の利益を作ってるわけですよ。で、こんなんすぐダメになるだろうと思ってたんで、時間もったいないなと思ったんで、放置してたんですよ。でも、これがね、私のミスだったんです。で、多くの方の注目を集めている、そういった、明らかにね、インチキ。<laughs> 私はインチキだと思ってたんですけどね。 そういったフェイクな情報に私は振り回される必要ないなと思って無視したんですけども、でもね、多くの人ってそういうのに興味があるんですよ。で、実際買ってるんですよね。買ってるから値段が上がってるんですよ。で、誰かが売ったから暴落したんですよ。だから誰かのところに富が集まったってことなんですけども、これについて多くのユーザーさんはお金を投じてるから、ものすごく関心がある。で、暴落して無価値になったから、多くの人は狼狽して見ている。 でこういったものが情報発信する、本当にね、えー、価値のあるもんだと思うんですよ。どういう価値かってことなんですけども、多くの人が誘導されて、ぽわっとね、催眠状態に入っているというところで、関心が集まってるんですよね。で、暴落して、狼狽して、自分の資金はどうなるんだって、からね注目が集まってると。この波に今回、私は、あまりにもね、あのーまあ、言ってみれば、爆発ば人で乗らなかったんですよ。それが良くなかったなと、情報発信者としては。 情報発信者としては、多くの方が、ハルメンの笛吹きに誘導される、まあ動物たちのようにね、あのー、まあやるべきだったんですよね。笛を吹くべきだったんですよ。いや、このコインはこうなりますよ。ああ、なりますよ。そうなりますよ。暴落しました。そうなりますよ。ああ、なりますよ。どうなりましたっていうふうにネタはたくさんあるんで、それをやって再生数稼ぎをするべきだったかなと思いましたけども、まあ私はね、取るに足りない問題だと思ってたんで、無視したんですよね。いや、失敗しましたね。 いや本当はね、再生数稼ぎのために、えー、のーチタンっていうコインですかなんかそういう暗号通貨のことをずっと取り上げておけばよかったなと思ったんですけども、あまりにもこれは冷ややかに見すぎてましたね。失敗しました。ということで、えー、今日の情報発信のミスなんですけども、多くの方がね、情報発信をビジネスにすると思いますけども、こういうのをネタにしないといけないと。要するに、お化けが出るよ、お化けが出るよって,って結局出ないみたいなね。 徳が埋葬金が出るよ出るよって出ないとかね。宇宙人が来るよ来るよ来るよって出ないとかね。だかこれだとね、ずーっと使えるんですよ、このネタ。だから私はね、あまりにもね、あの、もっともっといい情報を届けようと思ったがゆえに、故に多くの方のニーズにマッチしていなかったっていうかね、マッチしたものを出してなかったかなと思います。はい、おはようございます。ちょっとコメント読ませていただきますね。関係音じさん、今日もよろしくお願いします。関係音じさんの YouTube チャンネル。面白いですね。声が聞きやすいですよね、いつもね。佐野さん、おはようございます。今日ね、 この広島はね、やっと晴れ間が見えてきました。昨日まで雨だったんですけども、関東の方はいかがですかあ東京の方はね、なんかね、晴れが続いていたのかなと思いますけどね。北関東は雨だったって聞いてますけども、えー、あのー、そっか塾のね、塾生さんも、天気を教えてくれる人がたまに出てくるんで、日本全国天気予報、えー、本当に私の方からもね、感じれて嬉しいなと思っております。まあ、どんな雨でも、心は晴れでいたいですよね、えー。ということで、関係おんじさん、佐野さん、おはようございます。まあ、今日は ニュースは以上ですね。で、みんなの銀行皆さんそろそろやってくださいね。今日私、みんなの銀行の契約実績なかったんですよ。うん、だから3万8000円のまま止まってますけども、30万まで狙えるんでね、うん、皆さんあの、ぜひね、みんなの銀行アプリを取得していただいて、で、広める活動をしていただいてね、それを当面のビジネスにしてください。マックス3 0万の営業職と考えていけば、そんなにおかしな話じゃないと思います。 多分ね、あの、お勤めになってる方で、あの、中堅以上の方はちょっと違うかもしれませんけども、20代、30代の方で普通にサラリーマンとか、アルバイトとかされたら、月収30万ってなかなかないと思うんですよ。そうなったらね、今回私がお勧めする、みんなのアプリっていう、あ、みんなのアプリじゃない、みんなの銀行っていうアプリね、これ30万ですから。いいでしょ、これ。やる価値あると思うんですよ。もしかしたら、コンビニで15万とか20万狙ってる人が、もしいるとしたらね、1ヶ月コンビニを休んででも、みんなの銀行、 こちらの方の拡散活動の方が、もしかしたらね、給料を狙えるかもしれないですよ。ということで今日は視聴3人いらっしゃいました。おそらくね、今日で私ね、YouTube のアップロード制限解けると思うんですよ。一応今日はサブアカウントでやらせていただきますけども、明日からはまたメインのアカウントに戻ってね、情報発信させていただこうと思います。え本当に1週間お付き合いいただきましてありがとうございました。おかげさまでチャンネル登録の方が430人を超えて、 動画のアップロード本数も400本ぐらいにこの1週間になったのかなと思います。えー、本当にね、サブチャンネル。これからもうせっかくなんでね、このサブチャンネルではたまになんかね、面白いのを情報発信していこうと思います。でもやっぱり元通り1万人以上のチャンネル登録のいるメインのアカウントでやっていこうかなと思いますんで、そちらの方またごひいきによろしくお願いします。せっかくのサブチャンネルなんで、無駄にしないようにしていきたいと思うんですけどね。はい。えー、明日から元通り、はい。 明日誰か、明日からね、元通りだと思いますんで、え、本当に一週間のね、なんかこう、島流しというか、研修というか、定額措置みたいな感じで、皆さんもお付き合いいただいて、一緒に定額になっちゃったという感じでございますね <laughs>。定額中のなんか溜まり場で、一週間、わりわりと盛り上がったなっていうね、メインチャンネルだけしかご存じない方は、今回の一週間っていうのは、何だったんだろうみたいな感じになっちゃうと思いますけれども、これまでにこの一週間ストックした動画は、 明日からね、何日かに分けて、どかどかどこか,かアップロードしようと思いますんで、多分動画スパムという風にね、思われるんじゃないかなと思います。チャンネル解除も起きちゃうんじゃないかなと思うんですけどもね、本日は以上でございます。皆さんも情報発信活動頑張ってください。それでは失礼します。ありがとうございました。